主要産業の一つ、観光業です。どうぞ。今回、宿泊の受け入れ再開を決めた民宿を訪ねました。経営する石田直人さんです。全然動かなくなってしまって。地震で建物は一部損壊、1000人ほどあった予約は全てキャンセルになったと思います。石田さんが再び立ち上がるきっかけとなった。ほら、カニ食われるとカニ。か、大丈夫か。ほら、貝飛んでると。あら、すごい。
時間が逃げていくよな。時間が逃げていくんだ。すごい。